こんにちは、バルトンです。今日は、某スタジオに、お邪魔しまして、佐々木秀久さんに、はい、ちょっとだいぶお会いできてなかったので、はい、忙しいスケジュールの中、ちょっと、時間あげていただいて、いろいろなものを試していただこうという、企画になっております。出張版ですね。出張版、はい。一応、ブルーログの54回扱いですけども、はい、よろしくお願いします。いろいろやっていきたいと思います。あ、佐々木さんだ。そんな知らないですけど。はい、痛いぞ、佐々木さん。どうも、痛いです。まあ、ちょっと、面白さは撮ってるから、もう。今ちょっとお忙しい中、ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ。ツアー中。そうですね、いろいろ。また、結構お久しぶりかと思うんですけど、そうっすね。お久しぶりしておりまして、ナム前にあったぶりぐらいです、ね。そうなんです。なんで、ちょっと、いろいろ溜まってますので。いや、そうなんですよ。またいろいろ、ちょっと試していただこうかなと、はい。楽しみです。思いまして、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一応ここに出して聞いたんですけれども、うん、まあこれはもう説明不要なんですけど、はい、もう使いいただいている。うん、一番使ってます、はい、日本で一番使ってます。ちょっと今回ナムで発表だった45ドライブっていうやつありまして、あ、ここにちょっとこう水色と赤、そうなんです、3エリアでちょっと大まかに3エリア、赤の、うん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 、と青と真ん中っていうで、音色はちょっと違うんで、すごいですね、なんかもうエアコンのヒーターのあれみたいな、いいですね。それやばいっすね。これはオーバードライブですね。これはすごい、なんかゲーマーとかに刺さりそうなデザイン、はい、すごいかっこいいじゃないですか。そうですね。へー、そして、うん、あ、これですね、電源のそれですね、トーンボルト、はいはいはい、というもの で、うん、で一応今日はですね、このトーンボルトで、うんうん、これだいぶ変わるというか、はいはい、で、まあ、普段お使いのその CFP でもちょっとどう変わるのかっていうのを体験していただくのと、あとこの Y 字のケーブルを、パラレルのケーブルを使うと、うん、この GT1000 コア、これが動かせる電流量が出せるので、うん、ちょっとそれも比較をしてみてもらえるとっていう、はい、まあ、プラスですね、プラスじゃないですけど、はい、この CA だからのちょっと先ほど言ってた、まあ、ちょっとプロトタイプなんですけど、うん、まだ、うん、ちょっとあるダークホース、ダークホース、洗剤は変わらないんですけど、うんうん、プラグが、そう、プラグと、まあ、あとハンダですね、出た、そう、ハンダがどっかの工房みたいなことがある、そうちょっと自分なりの、その自分、まあ、オーバルトンなりの、うん、クラック的なうにゃうにゃクラックちょっと、なるほど、ものがをこうある時期にちょっと発見して、で、これちょうどだからこの製品ぐらいから使い出して、その技を、でもこれは完全に入ってるんですよね、はいはいはい、なんで技名ないですか、技名は今のところ技名つけましょうよ、これ、なんとかクラックしてるかわからないですけど僕たちがね、某ギター工房で知ってるのはなんとかクラックですけど、そうですよね、なんかじゃあ技名を後で考えましょう、うん、そうそう、で、まあ、その技名を使った、はいはい、この新しいバージョン、まあ普段普通のノーマルバージョンとか使っていただいて、それもちょっと聞き比べていただければと思います、はい、お願いします、はい、またワンフェノールのプラグですよね、うん、まあ、長さがちょっと違うんですけど、はい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 、あれ？だいぶしっかりしますね。
があんまりなくなって。覚えました。ちょっとこはい。あ、マジか。あ、なくなっちゃった。あ、平面的に。確かに。強みにいっても怖くない感じです。もう大丈夫、これ全部じゃあ全部これにしちゃう。今日は一応、まあ、まずじゃあこのシールドで今日は行きましょうということで、やったー、はい、じゃあ、次はですね、はい、じゃあちょっとこの電源を試していただきたいので、はい、この CFP で最初じゃあはい、では、はい、お願いします。はい、電源を変える。あ、これ切れれば。はい。トーンボール。ボールと。なんかすっきりします。すごい、回転が上がりますね。そう、だからこの分、音量をさらに上げる。なんで変わるんですか。
ゃあトーンゴールドに行きます。そうですね。もやっとしたとこが結構増えますね。これも多分普通にしたらいい音なんでしょうね。あるんですけど、うんうんうん、基本的にその解像度というかそう住んでる感じになるので、うん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 、例えばこっちに変えた状態で、うんうん、さっきぐらいのミドルを出してあげるっていうと、まあ、前までモヤに頼ってたミドルっていうのをすっきりさせた上で EQ 的にミドルを上げてあげるとしっかりします。超音程発揮していく動画みたいな最終的に確かに。じゃあですね、うんうんうん、これが、一応
大きく2つ出力になってて棒になってるんですけど、はいはいはい、1個 350mAh、 もう1個も 350mAh なんで合計すると700出せるんですね。はいはいはい、でそれで、うんうん、おそらくこれが動かせるだろう、はい、ということで今はですね、うん、このボスの GT1000 コアを、はい、また先ほどの市販のアダプターから給電しています、はい、マルチで差があるかという、ね、そうそうです、はいはいはい、マルチ歪み入れる？あー、そう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 、でもいい、その方が GT1000 コアの歪み、 GT1000 コアに入ってる歪み、はい、繋ぎ替えました。はい、あれ？めっちゃ良くなった。だいぶ違う。だいぶ違うね。すごい。なんかめちゃめちゃまろやかな。そう。いい感じ。ちょっとデジタル臭い。ペンっていうところが全くないじゃないですか。すげえ、すごい、すげえ。僕の時より差が出るかもしれないですね。すごしてみましょう、ね、うん、そうしましょう。こっちはリバーブという、we'll be right back.
今こっちはそのまんまで、はいはいはい、関係だけ今市販のに戻して中のは変わってない。変わってない。だからやっぱりアナログ部、そうですね、インアウトのアナログのところに効いてくるんじゃないですかね。あーっていう。聞いてなんか太いぜって思ってる音がアンサンブル入るとなんかゴワゴワしてて扱いづらいってことはよくあって、はい、うん、いやそれは一人でね思想してた時にはなかなかうっかり気づかなかったりするんですけどね。なんか良さそうですね。すげえな感じ。はい、ちょっと早速現場持ってって試しましょう。